ギガントピテクスの下駕骨の化石、ギガントピテクスは、ヒトジョウカの絶滅した属の一つである、大型類人猿。身長約3メートル、体重約300から540キログラムに達すると、推測される本種は、現在知られる限り、史上最大のヒトジョウカ動物であり、かつ、史上最大の霊長類である。約100万年前前後に出現したとみられ、中国。 インド、ベトナムなどに分布していたが、30万年前あたりを境にしてそれ以降確認されない。本種の生存期間は、ホモエレクトス類が栄えていた時期と重なり、両者の生息域はかなり重複していたようである。俗名は古代ギリシア語、ガンマガンマアルファー、巨人、パイシータイタカッパ、猿による像語。中国語では、オーザルと呼ぶ。 1935年に、香港の漢方薬局で流骨として売られていた巨大な大丘脂を購入した、オランダの古生物学者、グスタフ・ハインリッヒ・ラルフ・フォン・ケイニヒスワルトが命名した。系統分類本種は、ケイニヒスワルトとその同僚で、北京原人の研究者であるフランツ・ワイ・デン・ライヒの主張する人類祖先巨人説の根拠になったが、 1960年代に中国の研究者である東安島ことによって人類の祖先ではない大猿であると否定され、現在は人類の進化系統とは別系統の絶滅類、人猿であったと考えられている。長らく中シミオの主源的類人猿であるドリオピテクスに近縁の大型類人猿と考えられ、2000年前後からは人化に、 チンパンジー赤を認めない検知から、ゴリラやチンパンジーと同じく人か人赤に分類されることが多かった。いずれにしても、進化系統上オランウータンより人属に近縁で、ゴリラほど近縁ではない位置にあるゼモエツ種と捉えられていたが、近年ではむしろオランウータンに近縁な動物だったと考えられている。海分類、ギガントピテクス属の海分類としては、2010年代、 初等の時点で三種が知られている。表記内容は、左から順に、学名、和名をもしくはカナテン社礼、突起事項。個人類学者、フリーデマン・シュレンクが手にする、ギガントピテクス・ブラッキーの第九種の化石これまでに、発見されたギガントピテクスの化石は三個の科学骨と、葉のみであり、情報量は、極めて乏しい。そのため、全体像の再現は憶測。 推定によるところが大きい。少なくとも身長を推定し得る4子骨が発見されていない以上、正確な数値を導き出すことはかなわない。しかし、発掘された大級子は一員四方もあり、科学骨もホモサピエンスの2倍以上という巨大なものであった。そのことは確かである。そしてこの数値に基づいて、本種は身長約3メートル。 体重約300から 500kg、最大で約 540kg にもなったと推測され、これまでに確認された人情化の中で最も大型であったと考えられている。もっとも、本種は顎と歯がただ大きいだけで、実際の体格はゴリラ程度であったと考える研究者もいる。四足歩行し、竹や果実などを食べる。 植物食動物であったと見られており、生態はオランルタンに近かったようである。しかし、最近は雑食性であったとする説も示されており、これも無視はできない。なぜ絶滅したかについては詳しくわかっていないが、気候変動による生息環境の変化や生態的に競合する動物の出現による動達が主な原因であろうと推定されている。 後者については、同じ竹を食物とする、ジャイアントパンダとの直接的競合を、もしくは、ホモエレクトス類とのより広い意味での生態的競合が該当する可能性を持っている。中国の琉州にある、柳城洞窟やベトナムでは、模式種であるギガントピテクスブラッキーの歯の化石が、数多く産出する。これは、同種の狩猟採集範囲が、 東南アジア地域に限られていたことを示唆する。また、同族異種ギガントピテクスギガンテウスの化石は、インド北部や中国で発見されている。中国では、この種の歯の化石が、大深夜、厚生ワン族自治区、竹ナル南寧の石灰岩土壌で見つかっている。未確認動物学者の中には、イエティ、野人、ビッグフットなどと呼ばれる馬の正体は、 ギガントピテクス族であると考える者も,もいる。ありがとうございます。